さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。レザースの若です。さあ本日若君、はい、我が軍の大好きなバタレオンに来ましたよ、はい、やってきました、はい、やってきました。バタレオンの良さをまずちょっと多くの人に解説してください、はい、若君、はい、バタレオンの最大の特徴は、うん、この 3D 形状ですね。 3D 形状、お、はい、ここの部分とここの部分とここの部分の面が違うってことですね、はい、そうですね。なるほどなるほど。これこうやってカメラやると分かりやすいかな。あ、そうですね、はい。頭こうやったり、あ、そうか、この方が我が軍の顔とともに、あ、はい、全然分かりますね、これはね、いいですね。こう船底状になっているので、はい、接接点が要は少し浮いてる状態ですね。はい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 。なので雪をかき分ける力と、うん、あと逆エッジ、うん、はい、まあ、横滑りしていてとかトリックしていて引っかからないって、やっぱこの接接点、うんうん、そこが引っかからないことでよりこうスムーズなライディング、うん、あとは板の長さに対して接接点が浮いているので、うん、非常にこうハンドリングが軽快になるんですね、はい、動かしやすいって感じなんですね。なるほど、じゃあ操作すごいしやすいじゃないですか。浮力が生まれる、ハンドリングが軽くなる、はい、まあ、逆エッジが減る、はいはいはい、どのジャンルにしても、うん、非常にこう利点があるんじゃないかなっていう形状、うん、なるほどね、はい、その中でもですよ、はい、僕は、はい、ガッチガチのキャンバーボード国産が好きなので、はい、うんうん、エッジングはそれはどういう感じになるのかなっていう、ちょっと、まあ、はい、よくもあるか心配があるんですが、うんうん、ちょっとその辺は、はい、この 3BT 形状が、うん、インディング感に近づくにつれて、うん、徐々に徐々にこうフラットになっていくんですね。なるほどなるほどなるほど。でキャンバーになっていくので、あ、センターはじゃあ普通にフラットでキャンバーなんですね。基本的にはキャンバーモードで、はい、接接点付近だけ 3BT、うん、なるほどの形状になっております。ノーズテールだけうまく逃げててっていう、うん、で足元感はフラットだから踏めばっていう感じなんですね。そうですね。なるほど、だいぶ考えられてるんですね、やっぱりね。足元のエッジングはすごくクイックに感じて、はい、フルに立てば接接調、うん、全部が使える。そっかそっか、 3BT って言ってもちゃんとエッジがあるから、はい、しっかりと板が立つんだったらノーズからも食わせられるっていう感じだ。そうですそうです。なるほどね。だから若君はこの 3BT でもカービングがあんなに切れるんですね。あ、そうですね、うん、しっかりとこう抜き差しの場所を分かってしまえば、うんうんうん、なるほどなるほど。非常にこうライディングも楽しくできる。おお、まあ、パウダーでも、はい、まあ、春先のあとはコブとか、はいはいはい、コブなんか面白そう。非常にあの特化したライディングができます。じゃあその中でも若君が実際乗ってて大好きな板をちょっと紹介してもらっていいですか。はい、僕が実際に乗ってるボードはこのデビルツイン。この板僕入ってきて一番おしゃれでかっこいいなって思ったグラフィックです。はい、この展示会会場、この5回までの展示会会場の中で一番かっこよかったですね、これがね。そうですね、ありがとうございます、はい、すげえかっけえなーと思ったんですよ。お、エビルツイン、エビルツインですね、はい、毎年若君乗ってて、はい、まあ、バタリオンって非常にこう顔になる板なんですかね、うん、だったらフラッグシップなんですね、はい、ボードとしてずっと出てます、はい、名前の通りじゃあツインってことですよね。そうです、どっちですか、はい、ツインで、まあ、センター少し太めに作ってる、そのフラットな部分がちょっと太めになってるんですね。そうですそうです。なるほど、太めになってて、まあ、こう、うん、オールラウンド、はい、パークライディングから、はいはいはい、ゲレンデ上から下まで滑ってもらうのに非常に、なるほどな、ここの部分がしっかりフラットがあれば、うん、オーリーノーリーで弾くっていうのも難なくじゃできるんだね。そうですね、うん、センター使ってあげて、うん、まあ、こうスライドさせた時には、うん、ヒールの面、まあ、トゥーの面、はい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 、なるほどな、慣れてくると、うん、センターでオーリー、うん、トゥーサイドの面でオーリー、ヒールサイドの面でオーリー、これできそれこそ 3BT オーリーじゃないですか。そうです、ね、3面オーリー強じゃないですかこれ。じゃあ使います。なるほど、面白い。そんな乗り味が楽しめる、はい、バタレオンの 3BT 構造なんです ね、 そうですね。中でもエビルツインっていうのがフリースタイル乗りができる、はい、若のベストマッチなライディング、ね、そうと、じゃあこの部分が広くなったり細くなったりすると乗り味がちょっと違うんだね、はいはい、フラットの部分がね、ジムボードとかになってくると結構広めになってくるし、はい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 、フリーライディングのボードになってくるとセンターが少し細くなってきて、細くすることでかき分けながらパウダーもいける感じだ、はい、そうですね、ここのセンターベースが細くなることで、うん、はい、切り返しが早くなるんですね。なるほど、はい、エッジの切り替えね。そうです、そうです、はい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 、その辺は僕も非常に理解できる、はい、切り返しが早くなるので、うん、非常にこうフリーライディング性能も上がってくるっていうのが、まあ、うん、僕が、まあ、冬メインに乗ってるのはゴリアスっていう板なんですけど、これが、はい、デデデデデじゃん、ゴリアス、はい、はい、こちらのボードは、まあ、さっきのエビルツインよりもディレクショナルのシェイプになって、うん、まあ、フレックス自体も硬くなるので、はい、まあ、非常にこう高速でのライディングとか、はい、パウダーの中での安定感、はい、っていうのもこう非常に
頼れるボード、ね、なるほどな。そして切り替えも早くできるよっていう、はいはい、まさにフリーライディング、はい、ハイスピードボードってなってくるんですね。じゃあね、僕のちょっとコンセプトである自由ラッカーの、はい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 、にまあベストマッチがいたかなと、ね、なるほど、ありがとうございます。そしてですよ若君、はいはい、もうこのバタリアのグラフィックが大好きなんですけども、かっこいいなと思って、はい、これとか超かっこいいなと思ったんですよ、はい、そしたらなんとこいつがこの辺にいたんですよ、はい、そうですね、ビンディングもビンディングも出てるっすよね、はい、バタリアオンね、そしてこれカラーリングがやっぱり合わせてるっすか、あいつと。あ、そうですね、こんな感じで、はい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 、うん、わ超かっこいい、ベストマッチですね、色まで合わせた、はい、この板にはこのビンディングのカラーリングがいいよっていう風におしゃれに提案してくれるタイプがあるんですね。そうですね、はい、ボードのグラフィックに合わせて、うん、結構ラインナップが、うん、ビンディングも充実してるので、うん、はい、去年まではこのビンディングプレ販売だったんで、はい、お店でも6個ぐらいしかなかったんですけど、はい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 、来年からは近いより多く、はい、取り寄せることができます、ね、了解です、はい、そして我が君、じゃあビンディングの構造を、はいはい、ちょっと僕見た目だけなんですけども、はい、1回お話一緒に参加してもいいですか、はい、ここの横の部分がこっち側もあってこっち側もあるよっていうパターンと、はい、これか、はい、こっちはこっち側はサイドウォールのアームがあるけどこっちないよっていうパターン、はい、あるんですね。あります、はい、この辺の違いをちょっと乗ってる感じから教えてもらっていいですか。はい、この両方アームあるパターンですね、はい、バタリオンでは最上級のモデルになるんですけども、うんうん、やはりこうしっかりとしたホールド感がもらえるので、はい、うん、ハイスピードっていうのをレスポンスっていうのを高く使います。うんうん、これオーリーノーリーの横の反発ものすごく力強く使えそうなんですね、はい、結構こう壁が高くあるので、うん、割とそこにしっかりと乗ってあげれば、はい、うん、はい、非常にパワーもバランスも取りやすい、はい、クイックなエッジの切り替えもできそうだし、そうですね、はい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 、いいじゃないですか。そしてこっちの、はい、じゃあ片側だけあるよってなると、うんうん、僕のフィーリングだとじゃあこれ外にあるのかなと思ったんですよ、はい、僕も思いました、はい、うんうん、なんだけどこれ内側じゃないですか、はい、この辺はどういったフィーリングが感じられます。内側がしっかりとこう壁があって外側に長くなることで前後の移動っていうのが非常にしやすくなります。テールまでの移動はしやすくなるって感じなんですね。こっち方向の外方向の自由度が非常に出てきますし、この体格でのレスポンスですね、はい、この方向でのレスポンスっていうのも非常に使いやすいので、なるほど、前に振るっていうよりは、うん、どちらダック横乗りとかダックスタンスですね、はい、そうです、あ、そっかそっか、はい、こうやってやってこうやってやった時のこの体格がこっちがあることによって反応が早くなるっていう感じなんですね、うんうんうん、なるほどな、ビンディングすごい考えられてるんですね。そうですね、うん、ベース形状、まあ、これだと斬新かなと思います、ね、うん、すごいなんかいいな、スタイルが非常に出しながらも、うん、足元でクイックなエッジの切り替えみたいなのができるんだなと思いました、はい、それとバタレオンは 3BT 構造もバインディングの考え方もいかにここにエッジが引っかからないようにスムーズにラインをつないでいくかっていう、うん、まさに自由落下をしながら自分で好きなラインを作り出せるよっていう冒険家の乗り物なんですね。そうですね、はい、今まで普通のキャンバーボードとできなかったことが、うん、まあ、できるようになっちゃったり、うん、はい、今まで行けなかった壁のハイラインを取れるようになったところも、あとパウダーライディングですね、うん、もう怖くなくできる、なるほど、それだけでスノーボード上達していくと思うので、なるほど、はい、ぜひご興味ある方は乗ってみていただければと思います、はいはい、そして若君はですね、僕と違ってメローなスタイルでなおかつクイックなエッジングだったりとかハイオーリーとかハイスピードライディングをするので、そういった若君の足元を支える板バインディングっていうのがこういう風になってるんだよって聞くと、ああなるほどなっていう風にテクノロジー的にも、ね、理解できるんですよね。はい、ぜひとも若君みたいに滑りたい、ああいうスタイリッシュな滑りをスノーボードしたい人はバタレオンチェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。スイタンスの赤でした。